はい、こんにちは、アッカープラスです。今回ですね、こちらの無調整豆乳ですね、北海道産大豆の雪誉れ仕様の、こちらでね、豆腐作るセットっていうか、なんだろうな、買ってきました。300円ぐらいね、するんですけど、半額でちょっと売ってたので、試しに買ってきました。こちらね、出来たて豆腐が簡単に作れる専用にがり2袋入りということでね、レンジで作れるらしいので作ってみたいと思います。この豆乳じゃなくてもね、いけそうだけど、まあこのにがりってやつがあればね、ちょっといけそうなのかなと思います。それではね、作っていきます。はい、作り方はね、こちらこんな感じね、書いてありますのでね、この通りやっていきたいと思います。はい、じゃあね、こちらの耐熱容器でね、作りたいと思います。多分500入るので、こちらね、とりあえず開けてみます。はい、こちらのね、透明なのがね、にがりらしいです。初めて見ました。こちらとこちら入れてね、豆腐ね、作りたいと思います。はい、まずはですね、こちらのね、ボウルに豆乳入れます。はい、豆乳入れてます。いい感じですね。はい、豆乳入れました。次、にがりです。これ入れないとね、固まんないんだろうな。はい、にがりを2袋ね、500なので入れます。もう1袋、はい、入れました。はい、そしたらですね、右に10回、左に10回、ゆっくりです。スプーンで。はい、反対。はい、回しました。じゃあね、これで電子レンジ500ワットでですね、温めたいと思います。はい、ラップかけました。じゃあこれでね、電子レンジで温めます。はい、それではレンジに入れます。これね、500ミリ使っちゃったので、250で2分半なので、単純計算で5分なので、5分でいきます。5分、はい、スタート。はい、5分経ちました。このままね、ラップしたまま3分ですね、置くらしいです。そしたら出来上がりっぽいので、これからね、3分置きます。はい、3分経ちましたので、ラップオープン。片手結構きついな、なかなか片手はね、難しい。オープン。お、すごい固まってる。ほら、斜めにしても横にしても足りない。豆腐になってる。なんかね、周りの泡気になるけど、でも豆腐です。素晴らしい。それではね、食べてみたいと思います。あったかいうちね、湯豆腐みたいな感じです。半分ぐらいね、ちょっと取って食べてみます。はい、こちらね、皿に、ほら、プルプルしてる。ちょっとスプーンで分けます。おお、この柔らかな感じ。お、どうですか、これ。なんか自分でね、豆腐作れるって不思議、すごい不思議。
これはね、すごいね、プルプルしてて、美味しそう。ちょっとね、スプーンで取るのはね、汚くなっちゃうけど、ちょっといい感じだよ。プルプルしてます。これね、生姜と醤油かな？で、食べたいと思います。はい、こちら生姜と、ちょっとね、醤油、垂らしてね、この辺に、ちらっと。ちらっと、生姜ね、ちょっとこの辺に混ぜて食べてみます。すごいね、柔らかくて、なんだろう、美味しい。なんかこう、できてる豆腐とはね、ちょっとなんか全然違う感じがあるのでね、ぜひね、買って作って食べてみてください。これ絶対美味しいです。なんか自分で作ったって感じがね、すごいいいです。おすすめです。